体のデフォーマのセッティングの仕方なんですが、参考を見てもこのデフォーマなんでここに入るの？泣きと困惑することがあるので、よろしければ体のデフォーマの入れ方も教えていただけたら嬉しいですと。基礎をマスターしようのところかな、に書いてくれていて、この辺の構造かなって思ってて、この体のアートメッシュがあって、これのすぐ親に体の曲面っていう名前でデフォーマが1個ある。このデフォーマはこの体の回転 X に紐付けている、こういう動きをさせている。でこの1個親に、ホタルちゃんの場合はこういう左右でまとめて肩がすくむような動き、あと肩を落とすような動きっていうのが基礎編のねモデルではこういう風になっていて、でこの親に呼吸で、その上にこういうちょっと体が上下に動くというか、体の回転はいって名前になってるこのパラメータについていて、でその1個上にこういう体をちょっと全体的に傾ける体の回転 Z に紐づいているデフォーマがあるという、こういう構造になっている。すでにいっぱいあります。すでにいっぱいある。で、まあ、ちょっとねコメントでもあったんだけど、デフォーマを増やすか減らすか問題っていうところで、組み込んだ時の負荷の話とかにもなるんだけど、できればねこのパラメータごとに1個デフォーマ増やすぐらいの気持ちでいた方がいいかなっていう。2つとかね掛け持つ分にはいいんだけど、3つとか掛け持たせると、まあ、まず単純に編集する時に大変だよねっていうのがあるのと、組み込んだ時もやっぱパラメータ掛け持ってるとちょっとね負荷がっていうところもあって、キーをたくさん掛け持たせるよりはデフォーマが1個増える方がまだまだいい、重くならないっていう、比べるとそういうなるんですね。あのワープデフォーマをこう触るときに真ん中の緑の点を動かしたいのに、バンディングボックスの、はい、のまあ赤い点が反応してしまう問題というのにこの方苦しんでいらっしゃるみたいで、このね、はい、あのバンディングボックスの横にこの×ボタンがあるんですよ。これを押すとね、はいはい、あのバンディングボックスが消えるんです。で掴めるよっていう感じ。そうですね、これはね、赤いのが出ていると全体が動いてしまうんですよね。そう、真ん中ね掴みづらいんだよね。こうするとそうデフォーマの生い立ちを話そうとしていた気がする。あ、はい過去編ですか、はい、過去編まあさっき話した通りではあるんだけど、その編集をするにあたってデフォーマがいないと、アートメッシュだけだと動きをたくさんつけたいときにパラメータをね掛け持たせていくと掛け算的にもう編集量が増えていってしまうから、うんうん、それを解決するために生まれたような感じなので、できるだけパラメータを掛け持たせないようにするっていうのを、なるほどですね、思っといた方がいいと思う。ではあのデフォーマーを増やすのもめんどくさがってはいけないという、どん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 デフォーマーを増やしていきましょうという、2つとかはね、はい、掛け持たせて全然いいと思う。あとちょっとした質問でまた今くださってるんですけど、デフォーマがキャンバスの外に出てしまうのは何か問題がありますかという質問くださってますね。確かイニシエの頃には問題があった気がするけど今は問題ない。でこれの順番がなんでこうなってるのかっていうところなんだけど、一番このモデルで子供にいるのがこの体の回転 X に紐づいているデフォーマなんだけど、体をひねるような動きって結構細かく変形させると思うんだよね、うんうん、その体の凹凸とかに合わせて結構ハンドルもいじったりとか結構細かい調整を入れる部分になると思うんだよね、うん、でこういう細かい調整を入れるデフォーマが一番親に入っちゃったりすると、変形した時にね中の形が汚くなりがちっていうのがまずあって、具体的にどういう風に汚くなるとかそういう部分をね動画講座の方で話してるやつもあって、今言ったその一番親に変形細かくするようなものを入れてしまったらちょっとまずいっていうのについては、一応中級者以上向けっていう風に作ってはいるんだけど、この超時短ライブ 2D モデリングっていう動画講座のデフォーマの理解とデフォーマのセッティングっていう項目、そこで少し話しています。4つ目の講座ですよね確か。そうだね、4つ目の時短のやつの中でそのことについても触れている。でまあ、そういうのもあるし、あとこの構造になってる大きな理由として、この今一番外がこれこういう動きになってるんだけど、この動きが子供に入っていた場合、親を確実になんかはみ出そうな気配しない、斜め的な形になる、全体的に形が四角の形が斜め的な形になりそうだよね。そうすると1個上に
まあこういう感じになっちゃう。つまり親をはみ出てはいけないというルールですね、これが。あ、そう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 だった。その大事な約束をまず、はい、前提として言わないとはてなだったね。そう、ちょうどこちらのに関しての質問も来ておりまして、親デフォーマーからはみ出てしまうとどのくらい重くなってしまうのでしょうかという。ああ、それね、まず前提として動画講座の方でも言ってるんだけど、デフォーマーの子供、ワープデフォーマーの子供が親のデフォーマーからこういうふうにはみ出るのを極力やめましょうねっていうふうにお約束だよという感じでねしてはいるんだけど、はい、まあその理由として、そのこのはみ出た分の計算をしてくれるんだけど、それにパワーがいるというか負荷がかかっちゃうっていう、ちょっと、まあ、本来は必要ない計算がこうさらに入るっていう感じになっちゃうわけですね。そう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 。なので基本的にどうしてもっていう理由がない限りははみ出ないようにしていこうねっていう、まずルールがある。でその上でさっき言ったように、もし全体の形が大きく斜めになったりしそうなものを子供に入れてしまうと結構はみ出やすい。なので今この体の回転 Z 用のデフォーマーは一番外側になっていると。質問でも動きが大きいものは親に置くっていう感じですか、うん、という先ほどの答えにもなっているような。そうだね、大きく全体のこの四角の形が大きく変わるようなものに関しては外側にしておく。なるほど。そう、たださっきその紹介した時短の方で言っているのはまたこれとは別の話にはなるんだけど、こういう割と繊細なというか細かめな動き、肩すくめとかもそうだよね、部分的にこう持ち上がったりとか部分的にへこませたり膨らませたりするような変形をしているデフォーマの場合は外側に置いちゃうとちょっと中身が変な形になりがちっていうのもある。そういう理由もあって、はい、一番この凹凸とかを表現するのに細かく調整しそうな体の回転 X 用のデフォーマが一番子供にいて、その次に、まあ、部分的に肩をねつまんだりするようなこういう肩すくめのデフォーマが次に入っているっていう状態になっている。で次の呼吸と Y は正直逆でもいいかもしれないけど、呼吸の方がどっちかっていうと内側をいじるというか膨らませるような形で変形をさせる、うんうんうん、全体の形はそんな変わらないけどこの肺が膨らむような感じのイメージなので、はいはいはい、内側のハンドルとかをいじりがちなので、まあ、こいつこの位置にいて、でこの上に Y がいると。 Y に関しては斜め的な変形は、まあ、まず入らないと思うんだけど、上下でこうやってね動いたりはするよね。という理屈で一応この体に関しては親子関係こんな感じになっている。なるほど、なるほど、ちゃんと理由があったんですね、一応ね。でそうだ、負荷の話でね、負荷がどれぐらいかかるかが気になるという質問をもらっていて、ね、一応ねそれに関しては今までも公式のマニュアルの方に計算式とかが載ってはいるんだけど、すごい具体的なやつですね。